皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。Bレジェンドの辻本です。今回はですね、ワイパーというトレーニングをですね、バトル形式でどちらが回数多くできるのかっていうのをチャレンジしていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。ぜひ概要欄からチェックしてください。早速本日のバトルに入っていきたいんですけども、はい、ワイパーって言われて皆さんね、何かわからない方もおられると思うので、まずワイパーのどういう種目なのかっていうのを紹介していこうかと思います。はい、でワイパーっていうと、あの車のワイパーイメージしてもらったらわかりやすいね。ほんまに動き的にはこういう動きです。さあちょっと一旦動きだけ見せますね。あのジムでやってる人見たら、うわすげえ俺もやってみたいってよく思われるトレーニングなんですけど、ぐーっと足上げて、こう横に振るような種目です。これがワイパーって言うんですけど、まあどこを鍛えるのかって言われると、腹筋全般ですね。腹斜筋から腹直筋からインナーの筋肉まで全て鍛えることができます。でまた上半身の筋力も必要な種目にはなるので、練習はやっぱりすごい必要にはなるんですけども、練習するとできるようになるので、すごく楽しい種目でもあり効果的な種目でもあります。どっちの方が回数できるのかっていうバトルをしていきたらなと思います。はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ早速やっていきますか。どっちからいきます。じゃんけんで、はい、じゃんけんでいきましょうか。最初はグフじゃんけんほい、はい、くでしょ、はい、くでしょ、はい、くでしょ、筋肉な、ほんまですね。いやこれはやっぱ高校が一番有利ですからね。高校で行きたいと思います。ルールは、まあもう とりあえず横に振ってやっていきます。まあここで止めることでも腹筋の力を使うんで、 1,2,3,4 っていう感じで、逆手でも大丈夫です。もうやりやすいやり方でいきましょう。結構やっぱりこれもあの骨格でも結構差は出てきそうだね。そうですね、やっぱ身長が高くなって手足が長くなるとやっぱりそれだけ振り幅も変わんないですけどね。いやいやいや73C ぐらいなんでね、173C。ああ僕79です。確かにそう考えるともう5センチぐらい違いますもんね。あ、体重もね、体重も、まあ、体重も重要ですね体重確かに今僕は78キロです。ああ、もう10キロちゃいます。68。ああ、なるほど。頑張りますね。20回以上は行きたいかな。まあ、30回とか行けたらすごい行っちゃうか、はい。いや、すごいでしょう。います。数えてください、ね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,1,2,3,4,5,6いく7 27回まあまあいったんじゃない。いや、こんだけやられたら僕逆に後でやるってなったらやめれないですからね20回とかでじゃあ行きましょうか。よし、27回、27回超えるように頑張ります。これは結構大きい壁じゃない。そもそも握ってられるのがそうですね、27回も。そうやね、だからそういう意味ではまあ逆手で、あの上腕、はいはい、しっかり使った方が、なるほどっていう作戦ですね。なるほど、うん、まあでもじゃあ僕はチュンテであえて、はい、いってみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,154,155,156,157,158,159,160
35、36、37、38、いってる、39、40、やばっ、やばっ、これやばい、やばい、
よろしくないくらい来ますね。やばい、やばくない。それもうスピード緩めてあかんと思って。そう、いや、行ったね。行きましたね。40か。40行きましたね。ちょっともう一回やりたいわ。もう一回行きます？もう一回行けるんすか、これ。やってください、もう。40回出て謎の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、よかったー。まさかの全然オーバーしてくるじゃないですか。37ぐらいなんかちょっとコツをつかんだかも。37対40ってことですね。だめちゃくちゃ僅差ですね。呼吸も荒れれば腹筋やばいですね。やばいと思います。明日この辺やばいかもしれないです。腹筋は効いた。でもね、やっぱこの海行ってかっこいい腹筋はやっぱこのひねり動作でね、そうですね、鍛えてあげると、うん、こう見え方がね、腹筋に この渦巻いていくような雰囲気の ね腹筋になるんで、見え方がね映えますもんね。映えます、はい、やっぱここの腹斜筋があるかないかで、はい、全然腹筋の見え方とかも違うんで、はい、ぜひ見た目も映えるトレーニングなんで、はい、SNS 映えと SNS 映えトレーニングとしてもリアルに効くトレーニングとしても採用してあげてください。はい、じゃあ、はい、今日の動画はこれで以上になります、はい、すごい息切れた状態ですがまだね、こういうちょっと対決系もちゃんと解説も含めながらいろいろやっていきたいと思うので、もしこういう対決してほしいとかあればコメントにいただければ、はい、もうそのトレーニングを採用して対決をやっていきたいと思いますので、ぜひコメントもお願いいたします。お願いします。今回の動画が参考になった方はいいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 B レジェンドの概要欄には公式 LINE のリンクやキャンペーンのリンクなども掲載されておりますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。